私の今のゴルフバッグの中で普段練習するゴルフシャフトがすごく偏っていて、どんなゴルフシャフトで打っても平均をまず上げたいなって思ったので、今日はゴルフバッグの中で使われてないゴルフシャフト練習していきます。それでいきなり打ったら何ヤード飛ぶのかやっていきたいと思います。この中で一番使ってないのが完全にこれですね。使ってないゴルフシャフト、飛距離がどれぐらい飛距離上げれるのかやっていきます。まだ全然新品ピカピカです。綺麗にいってしまった。もう傷が入ってしまった。綺麗に傷が入ってしまった。なんかめっちゃ風がすごい、いきなりすごい風の音がすごくなってきた。
ますわ。一回でも。私ユーティリティやりますわ。残りの玉でユーティリティ。こっちもなかなか綺麗。ちょっとあるか跡が。ここにちょっとだけ傷あるけど。まあ綺麗だもんだ。うまくいってないのでフェアウッドでラスト3球。やっちゃったね。ねえ、ユーティリティ。こうやって練習して上手になっていきます。というわけで、ゴルフクラブに入ってる全ゴルフシャフトの平均を上げたいので、普段使っていないゴルフシャフトの練習をしてみました。全然できなかったです。元からできてないんだけど、もっと全然できなかった。いや、ただこうやって外出してないと運動不足で本当血行も悪くなってたんだなっていうのを適度に体を動かして改めて感じたので、こういう朝の人が少ない時間帯とかになって運動できるようにしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。インスタグラム、ツイッターいますので、よかったら内山美恵で検索お願いします。さようなら。